はまだ僕を待ち続けてるだろうか。僕は虹に背を向けて歩いてゆくことにしたんだ。ミキとケイコのなんじゃこらトーク。とうとう年が明けましたね。明けましたね。ちょっと日にち経ちましたけど、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、年末、早いね。でまたほら年末年始って早いんですよ、時間が過ぎるのがね。どうでした？元気なお正月でした？なんかちょっとちらりとちょっと大変だったと。大変でしたっていうか、まあ、楽しくもあるんですけどね、うちみんな帰ってくるので、お正月暮れからはもうずっともうすごいみんながわーっといて、って感じで本当に、うちはね今年は、うちに集まるではなくてうちは行く方だったので、はい、ちょっと気が楽でしたね。なんか一回ぐらい行ってみたいかなっていう気もあるんですけど、でもみんなが帰ってきてくれるっていうのがまた嬉しいこの頃ではありますね。そうでしょうね、そう思います。もうその家族構成の年齢とかによっていろいろね。うちは今は、そうですね、うちに集まる感じじゃないかな。でもけいこさんのとこはね、後でゆっくり伺おうと思うけど、本当、年末年始の楽しそうだからいろいろあるんですよ、本当に。イベントがいろいろあって、ここはじゃあ後でゆっくり聞かせてください。ね、はい、じゃあ恒例の二十四節気、七十二候、で、今日までが、召喚ですね。はい、で明日から大寒、一番寒い時期にとうとう突入です。ですね、ここ数日少し東京、過ごしやすい暖かいんですけど、やっぱりその前結構寒くて。寒かったです、宮崎も。だって東京平気なのに結構九州で雪降ってる。ああ、なんかね、宮崎はさすがに降らない、まあうちの近所は降らないんですけどね。あんまり降らない、宮崎でもね、鹿児島も降ってましたもん、ね。でも昨日はすごいポカポカでしたよ。あ、本当、ね、なんか、だってロシアでマイナス67度。なんかね、すごい。だから本当、暖かいところもあるし、ものすごいね。でね、そのマイナス67の、なんだっけ、瀬戸共和国、間違ってたらごめんなさい、なんかそういうところなんだけど、夏は40度なんだって。結構夏は暑くなるんですって、そこ。だからなんか年間通して100度ぐらいの、すごいですよね、寒暖差がね、だってマイナス60いくつはね、さすがに想像もつかないよね。そうですよね、日本もほら盆地だとかは結構ね、差があるって、言ってもそれからするとね。でマイナス20度ぐらいまでは私もスキー場とかで経験ありますけど、だって60ってさ、その3倍だよ、数だけ、数字だけで。ちょっと私宮崎に住んでるから本当考えられない。考えられないね、でだってなんかね、そこの地域に昔住んでたモデルさんだったかなんだかの話で、その外に出たら、いきなり口で息を吸うと冷たい空気が喉に入ってきてもうやられちゃうんだって。だからまず鼻から、でもそれもちょっとずつちょっとずつ吸って、その冷たさに体を慣らさないともう一気に凍えちゃうらしいです、吸う息が。すごいよね。怖いよね。なんか冷凍庫よりもさ、ね、なんだっけな、ハンバーグかなんか、その業務用のものを一瞬で凍らせるよりも冷たいんだって。でしょう。でなんかね、市場があって、もう魚とか、刀みたいにこう立ってんの、凍って。そっかそっか、新鮮っちゃ新鮮なまま急冷なんですけど、だその寒波が今度日本の方に、もちろん日本はその気温にはならないけど、来るらしいので、来週ぐらいじゃないですか。 ね怖いね。私今日ね、宮崎から出てきたんですけどね、ちょうど帰るくらいに寒くなるのかな。荒れないといいですけどね、空がね。そうなんですよね。
東側は大丈夫かな、うん、東というかね、まあ、大阪にも移動してそれから帰りますので、うんうん、寒くならないうちに ねえやだわ、もうだからそううちに帰らないと暦上も明日からすごく寒くなるし、うん、そうですよね。何年か前に私は東京から宮崎に帰るときに大雪でちょうど、うん、成人の日だったと思うんですよ。5年前ですねそれは、はい、あの成人の日に結婚になっちゃったニュースになったのは、うんうん、っていう経験がありますね、うん、まあ、でもほら雪の上を歩けたっていうのはめったにないことなので、あ、そうか、私にとってはルンルンみたいなある意味ね、いう感じでしたけどね。そう、私もは東京だから、うん、年に数回は降るんですよ、あのその日だけは楽しいです ですね。だけどやっぱりあの残った雪って大変ぐちゃぐちゃにもなるし、うんうんうん、滑って危ないし ねだから、うん、もう雪国のご苦労っていうのが全然わかんないんだけど大変だろうなっていうのは思いますね、うん、ね、うんうん、でもなんとですね、うん、2月その大寒の次はもう、はい、もうね、あのじゃあ1枚目の画像お願いできますか、うん、あ出ました、もう立春に、ね、立春ですね、すごいですね、ね、2月の今年は4日が立春です、うんうん、だからちょうどまあ、ね、豆まきの頃ですよね、うんうん、そうですね、うん、豆まきってします？今もまあ簡単にやりますよ、ね、私も一応あの夫が鬼で、うん、逆じゃないですか、出ていけとか言って申し訳ないけど私鬼に見えないわってことの無事優しいのは優しいんですよ、優しいですよ、なんかね、うん、どっちが 鬼キャラ、どっちが鬼キャラって言ったらどうですかね。昨日なんかほら本当は昨日東京に出てくるうん、予定だったんですけど、うん、ちょっと腰が痛かったもんだから一日伸ばしてだったんですよ、うん、だ今日あの朝ね朝寝坊して寝てたらね、もう今日は一日寝ときなさいってそしてほら一日伸びたから行くのが、うんうん、ありがとうとか言われたんですよ、どういうことやそれって感じです。だからさ、なんかだから節分も恵子さんがお兄じゃないのかもしれないね。いやでも私もなんかそういう行事っていちいちやんないと意外と気が済まない方で、子供も今一緒に、まあ、いないしいても大きいから子供は付き合わないかもしれないんだけど、やっぱ一通りやりますよ ね豆まいた。そういうものでほら季節をやっぱ感じていくっていうのは大事かなって、うんうん、どん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 なくなってるじゃないですか、いろんな、ね、食材にしても何にしても季節っていうのがね、うんうん、だからやっぱりあえてそういうのっていうのはこう大事にしないといけないかなってはすごい思いますね、うん、私子供の時は小さいけど一軒家だったので、うん、思いっきり投げられたんですけど、今マンションの6階なのでそれはね、福は内はいいんですけど、うん、お庭外はそんなに激しくはできない。そうそうそう、うん、そうね、でももう、まあ、うちがマンションで締め切ってるせいもあるけど、うん、あんまりお庭外とか聞こえてこない東京は、まあね、いやー宮崎もどうなんでしょう ね、どれだけの人がやってるのか、お豆は売ってますけど ね鬼のお面がついたのがね、うん、そうそうそう、もうすでに売ってありますけどね、年の数だけ食べるってそうそう、なんかね、なんかそんなにいっぱい食べられないみたいな、うんうん、ね、そう立春ですね、もうこの日から一応暦上春ですから、で立春が、うん、2月キサラギの前半、うんうん、でそこがまた3分割されて、うん、72項なんですけど、はい、前半が、前半って言わないです、初旬が春風氷を解く、うんうん、もう暖かい春風がですよ、ね、冬の氷を解かし始める時期だと、はいはい、暖かいってその時期感じるか分かんないけど、うん、でも自然はそうなってるんでしょう ね、 そうですね、ちょっとずつ、うんうん、で中旬がうぐいすなく、けこさんの字で言うと左の真ん中、そうですね、さっきちょっとあの、はい、戻っちゃうけど、
風がって言いましたけど、うん、この東からの風って書くわけですね、うんうん、こっちこっちですよね。こっち深場、うん、匂い起こせよ梅の花とかってありますよね。ありますね。ね、うん、こっち豆腐。ね。でその真ん中がウグイス鳴く。ウグイスってでも本当もう春の象徴みたいな鳥ですもんね。そうですよね。うん、さあ今年はな いつ頃から鳴き始めるかな。まあ、うちなんかほら田舎だから。うんうん。ね、あでもね東京も。うん、あれウグイスじゃないのかな。ウグイスだと思って聞いてる鳥の声がしますよ、春、うんうんうんね、あのなんかなんだっけウグイスと似てんのとなんか間違いやすいんだって。あそうなんですか。私そんなに鳥って詳しくないから違う鳥かもしれない。でもねウグイス色とはよく言ったもんであの色が綺麗ですからね。ですよね、うん、そうもう来月ねこのラジオの時にはウグイス聞きましたとか言えるかもね。そうね2月ももう3週目ですから ね、うんうん、で立春の最後、うん、下旬が、うん、魚氷をいずる一番下の文字ですね、うんうん、なんか魚が氷の下にいた魚たちがもうか、うん、氷の上に跳ね上がってくるような時期だっていうことで、うんうんまあ、氷が緩むとか、ね、魚が活動的になるっていうことだと思うんですけど、うん、今年はちょうどバレンタインで、うん、2月の14日からがその時期になります、うんうんうん、バレンタインデーってなんか知ってます？チョコを送ったり以前はしてましたけどね最近はなんかねちゃんと送った方がいいですよ。そう分かりました、はい、本命だけに送りましょうかね。そりゃそうですよ私ギリチョコないようにギリチョコってあんまり送ったことなくて。ああでも一度前の会社の時に入って1年目になんか送る雰囲気だったんで、うん、まあ送りましたけど、うんうん、あんまり送らないですねギリチョコは、うん、今年はどうしようかね。ねね。でももうなんか私たちが若い頃よりもバレンタインでもそんなに盛り上がってないですよね。前はすごいね。あれお菓子屋さんの踊らされてたのかな、うん、かもしれません、うん、まあ私なんかあのいつも愛してるって言ってくれるので毎日がバレンタインみたいな。ごちそうさま、はい、やっぱり鬼役はけこさんでお願いしますで2月は、キサラギはその後半が次の画像になるんですけど、薄い、雪が雨に変わり雪や氷は溶けて水となる。まあまだまだね2月、うん、雪国は、まあね、雪深いんですけど、うんうんまあ、徐々にそういうのが見えてくるっていう頃ですよね、うんうんうん、でその薄いの中も3つに分けられまして、うん、上旬が土脈潤い起こる春の雨がもう春のっていう、ね、言葉がつきますよ ね、うん、すね春の雨が大地に潤いを与える、うんうんうん、今まで凍ってたのがねどんどん溶けて、うん、ね雪じゃなく雨が降ってきてね、うんうんうん、あともどんどん動物が出てくる。そうそうそう。でその前ねいろいろ芽吹いてくるとかの前なのでね、うん、ね草木も芽吹くちょっと前で、うん、で中旬が霞、うん、初めてたなびく、うん、霧とかもやね、うん、でこう山や野の情景に趣が加わる頃だと、うんうん、まあぼやっとした時期ですよね。だからそうですね、あんまくっきりしてない、うん、でもそれをやっぱ趣だって思うのが日本人なんだと思う、うん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 、でもうその薄いの最後の下旬が、うんうん、なんともう3月1日なんですね。そうですよね、うん、2月短いから、はいはい、草木芽生えいずる、うん、草木が芽吹き、うん、新しい命が生まれる。もう芽吹いちゃいます、うんうん、そうね。で恵子さんの、はい文字で言うと、うん、左下がその後半全体を表す薄いで、うん、上からあ違う一番上が
中旬のですね、霞初めてたなびく。あ、そうですね。うん、あの真ん中に一番最初の真ん中に来てます。初旬のね、はい、上旬の動脈瘤を横取、はい、一番下が下旬草木芽生えいずるですね。結構普段書かない文字も多いんじゃないですか。そうですよ、うん、たなびくとかね書かないわ、うんうん、私もそんな書くことなんかないですよ。 これで書く、書かないと、うん、こんな字があったっけとかっていうのもありますよ、うん、雲編に、ね、うん、逮捕の逮、ね、なんだ、うん、なるほど。まあそんなわけで ね寒いと言いながら、もう暦はだんだん春に近づいています。じゃあその2月つながりで、うん、2月のまたは、はい、ハーバルバス、はいはい、薬湯の方行きたいと思います、うんうん、2月の薬湯は何かというと、うん、大根なんです。大根ね、大根ってね、あんまりお風呂のイメージないとは思うんですけど、ええ、そうですよね、うん、食べるのはよく ねで、ほら、例えば今までやった柚子とかって、うんうん、食べるしお風呂も入るってイメージあると思うんですけど、うんうんはい、大根ってあんまりないじゃないですか。ないですね、うん、でも大根は葉っぱを使うんです、うん、お風呂で入れるとき、はいはい、大根おろしじゃなくてね大根おろし入れちゃったらもうお掃除大変、大変ですよねただね、最近は東京だとあんまり大根葉っぱついてないんですよ。ついてないでしょ、うん、みんな切ってあるもん ねうん、まあ確かにつけとくとね、そうそう、しおれてっちゃうから、そうそう、うん、身というかその根っこがね、うんうん、しょうがないんだけど、うん、でもあの時々もうすっごく新鮮ですって、うん、もうもりもり葉っぱのついたの出るじゃないですか、うんうん、そういうのがあったらぜひ買ってほしいんですけど、まあその葉っぱの部分食べるのも美味しいんだけど、うんうん、で、あのお風呂でやるときは葉っぱの部分をよく洗って、はい、吊るして干しとくんです。ああ、はいはい。で、一応ねそのまんまでもできなくないんですけど、うん、干した方がこう、うん、なんていうのかな、有効成分がキュッと凝縮されるというか、それで、その干した葉っぱを、まあうん、そのまま干す葉っぱでヒバというんですけども、うん、それを今度煮出して、はい、そのお湯をお風呂に入れる、はいはい、で、煮出す時も、うん、沸いたお湯に入れるんじゃなくて、あ、水から、水から、うん、まあ、よく根菜は水から茹でるなんて言いますけど、うんうん、はい、このお風呂の時にも、その方がね、葉っぱのそのいい成分がよく出るんですって、うん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 、でそうやって出してもらうと、血行促進とか、うんうん、やっぱりこう体を温める効果が高いので、うんうんうん、向いてるということです。まあ葉っぱ付きの大根さえあればね、うん、そんなになんていうかな、入手が大変とか、うん、効果で難しいというものじゃないので、そう、ね、ちょっと試してみてもらったらいいかななんて思います、うんうん、東京も結構スーパーに よってはそんなの、うんうん、たまに出ますよ。そうするとなんか嬉しくなって買っちゃいます ね、うん、まあ、宮崎だったらね、畑に行けばあるとかって、うん、そうそういう感じだけど、うんだよね、あとでちょっと話すけども、はい、この間もちょっとよそで話すことがあって、東京の子、東京の子はっていう言い方もあるんですけど、うんうん、人参とか大根の葉っぱの形がわからない、うん、人参もね、あの葉っぱをこう茹でて、うん、細かく切って、うん、ふりかけみたい、お塩と混ぜてね、うん、こうふりかけみたいにして私食べるの大好きで、ね、うんうんうん、そう、あとね別にちょこっとお味噌汁に話したっていいし、うんうんうん、いいんだけど、まあ、結局根菜は葉っぱつけとくとね、うん、葉っぱに栄養とか水分がいっちゃってしおれるから仕方なく切って売られてるんだけど、うんうんうん、もう子どもたちは大根っていうのは、あ、次の絵出してもらっていいですか。こう、あ、これは葉っぱついてるか、この葉っぱがもう本当にない状態、はいはい、ね、まあ、せいぜいついてても 2,3 センチのところで切ってあるんですよね。多いですよね。うん、
もったいない。もったいない。だけどやっぱその日に売れないとスーパーとしても次の日しおれちゃうっていうね、うんうん、感じなんですよね。そう、大根もね、まあ、葉っぱももちろん根の部分もすごく有効活用できるので、うん、そうそう、うちも今年は作ってないんですけど、主人が忙しくて、去年一昨年とかはね、大根も作ってたの？そうそう、蔵の畑にわーってあってえらいね、もうどうやって消費しようみたいな、うん、それはきっとそうだと思う。そう、もう抜くだけでも大変って感じで、え、大根って私抜いたことはないんですけど、結構力がいる感じなの？いや、そんなんでもない。もう土にもよるでしょうけど、でだん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 こう上がってきますね。あ、だんだん地上に出てくるのが、最初葉っぱだけだったのがどんどんこう、あ、そこは青首みたいな、そうそう、そんな感じで上がってきますね。あ、なるほどね。なんかね、へえ、まだ今年はない。今年はなんかね、忙しくて巻いてなかったんだ。夫が、はい、大変忙しいみたいで、あの本来のお仕事があの建築士なんですけど、うん、今大変忙しいみたいで、なんか畑どころじゃないみたいな感じで。まあいいことですよ。そうですね、仕事が忙しいのは、はい、でもある時はもうちょっともうどうしよう、どうやってね、これをさばこうかっていうぐらいありますね、うん、いやでも本当大根って、まあ、干しちゃったりすればいいかもしれないけど、うんうん、だからってそんなに毎日大根だけ食べてるわけじゃないから、そうそうそう、ね、意外と消費できないですよね。なんか農業やってるとほら、どんな野菜も全部あるかっていう感じじゃないですか、うん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 、だけどやっぱそんなね、何もかも作ってるわけじゃないから、うんうん、あるものはありすぎるし。あ、恵子さんちとの間にどこでもドアが欲しいです ね, ね、本当ですよ。うん、まあ、そんなわけでね、もし試せたらぜひ大根のお風呂やってみてください。わ、うん、はい、かりました。じゃあ今度葉っぱを、うん、うちは作ってないけど、確かうちの前の畑はあったような気がする。葉っぱだけ取ってくるみたいなことしないで、ね、大丈夫、あのいとこが作ってるんで。じゃあ次の話題に行きましょうかね、はい、次はね、まあ、今月ちょっとご紹介するハーブで、うん、ちょっと面倒くさい字をまた書いていただきました。これ立ち蛇行草と書いてあります、うん、まあ、立つは単純にこう、うん、そのハーブの生え方の立性、立って生える、はいはい、だいたい立って生えるか、うん、くねくね地面這うほふく性かっていう感じに分けられるんですけども、あ、はいはい、まあ、ほふくのものもあるんですけど、この蛇行草には、ね、うん、今回ちょっと立ち蛇行草と書いてもらいました、うんうんうん、はい、蛇行ってあの蛇行、ムスクの香りのね、で本当に香りのいいハーブなんですけど、うん、これはあのタイムのことです。あ、そうなんだ。そうなんです。あのタイムって、うん、もうね、種は、うん、消しの実ぐらいちっちゃいの、はいはい、ごまよりも全然ちっちゃいぐらいちっちゃいんだけど、でも出る芽もね、これ芽なのってぐらいちっちゃくて、うんうん、で実際にあのハーブ自体の葉っぱもとってもちっちゃいんですけど、うんうん、あれ一応木なんですよ。おーおーおー、草じゃなくて、はい、なので、まあ、生えっぱなしにしておくと細いながらもちゃんと木質化して、でね、しかも一応常緑樹なの、ちっこいのに、はい、うん、だからまあ冬にもいいかなと思って今回ちょっと取り上げてみたんですけど、うんうん、はい、これ次の写真にあのこれコモンタイムといって、うんうん、まあ、割と可愛いですよね、うん、タイムの中でもすごくいろんなタイムありますが、はい、有名というか、まあ、ええ、一般的なタイムですね、うんうんうん、お花が咲くとすごい可愛いね、本当可愛い、ちっちゃいんですよ。これ結構カメラ寄ってて、これなので、ええ、ああそうなんですね、うん、実際はもう、うん、もうちょっとちっちゃいイメージかな。でタイムって本当に香りがよくてね、うん、ギリシャだったかな、うん、男の人に、うん、あなたはタイムの香りがするっていうのは、うん、褒め言葉なんだ。あ、確かにちょっとどっちかというと男性的な香りかな、はい、こう例えばお花の香りが女性的だとすれば、もうちょっと男性的な香りで、うんうん、であの花言葉なんかも勇気とか結構こう男性に
まあね、別に男女の勇気関係ないかもしれないけど、昔はほら、戦に行くとかがあったから、はいはい、あの別れの時に戦争に行く彼とか旦那さんに、ハンカチにタイムの葉っぱを縫い付けて、枝を縫い付けて渡すとかね、そういうこともしたらしいんですよ。なるほどね、うん、そういうタイムなんですけど、結構香りがいいので、ほんと一枝あったら、ちょっとサラダに散らしたりするだけで、いつもと同じサラダが、なんかね、香りが違って使えるし、これおすすめのハーブの一つですね。あのミートソースなんかにも入れると、まあ、ミートソースいつものも美味しいけど、ちょっと違う香りでいただきたいなって時に、そんなのなんていうかな、個性はあるけど、嫌な個性じゃないと思います。比較的嫌いな人が少ないんじゃないかなと思うハーブですね。今度試してみますね。ぜひぜひ、っていうあたりがじゃあ、大根のハーバルバスと、ね、2月におすすめのハーブということで、私からの、いつものご紹介を終わりまして、じゃあ次の絵に行ってください。この辺ちょっとサラサラっと流して、後で恵子さんのお正月話をね考えてこれは、私今月ちょっと、あの外で話をしてくださいって言われるチャンスが、まあ、何回か、まあ、これからもあるんですけど、この間やったね、お箸のお話、ダジャレじゃないんですけど、これはねお子さん向けにやりました、なんかあのクラフト関係のワークショップで、お箸を作ろうみたいなのがあったんですね。私はそれの主催ではもちろんないんですけども、そのお箸を作る前にちょっとお箸の話をしてくださいっていうことがあって行ってきて、子供たちは本当可愛いなと思いながらね、で、あのお箸のクイズをやったんですよ。どんなクイズですか？写真を3枚用意してね、1枚目は箸置きにお箸が3本乗っている、2枚目はお箸が1本乗っている、3枚目は長い大人の箸と短い大人の、子供の箸が一対になって置いてある、まあ、あの対象が結構ちっちゃい子だったので、何が変でしょうかって言って、みんな結構はいとか手を挙げてくれてね、かわいいの。だから教えるときに、お箸は双子なので、そっくり同士を使ってくださいねって言って教えましたね。で、あの一つだけ、まあ、お箸って嫌い箸いっぱいあるじゃないですか、例えば刺してはいけないとかね、器を叩いてはいけないとかいろいろありますけど、その中でやりがちな渡し箸って、あのお茶碗とかお椀にこう、本当に渡る箸のように渡してしまっておく、あれって一応嫌い箸でやっちゃいけないんですけど、なんかでも、やっちゃいますよね。やっちゃうでしょ。でね、あれをやらないコツがあるんですよ。やらないことが身につくコツが、必ず家の食事の時に箸置きを使う、あ、そっか、家の食事の時ってそうそうね、めんどくさいと使わないでしょ。そう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 、うちは必ず使うようにしてて。なるほど。でね、あれって結局置く場所がないから置いちゃうんですよ。そうですよね、だけど下に置いたらちょっとあれだから、そうそうそう、ちょっとお皿の上に置いちゃおうみたいな、ね、そうそう、一度ね舐めたり、食事したやつ置きたくないから、ああいうとこ置いちゃうでしょ、でやっぱりね、癖がついてないと、あのよそで、きちんとしたところでね、箸置き出されたのに私箸しちゃうんですよ、ね、あります、あのそこでは保護者の方も一緒にいたので、あのお箸置きは、結構ほら素材も、あとデザインも、動物とかお花とか可愛いのもあるし、もう毎日使ってくださいねって、これはなかなかでも皆さん、ああなるほどっておっしゃってました。何気に本当にやっちゃいます。わかります。そう、でも日頃の何でもそうだけどね、いざという時に日頃が出るから。そうなの、ね、言葉とかそんなんだってそうなんだけど、で、ね、お箸がちゃんと使えると、なんかちゃんとしたお育ち で、 そうそうそう、で人格までよく見えちゃうんですよ、それはあると思います。なんかね、若い子に対するアンケートでも、
相手のお箸の使い方が悪いとその人自体がなんか嫌だなって思っちゃうんだって。だからお箸がちゃんと使えるっていうのは結構得点高いんですよ ね。やっぱりちっちゃいうちにね、しっかり、しておいた方が。そうそう、でもほら毎日ねチャンスがあるので、一度にできるようにならなくても。そうですよね、まあね、お箸がしっかり使える人はあの筆も2本持って書いたりできるので。あ、確かに。だって棒持つの得意だもんね。そうですかね、ね、いつも筆を持ってらっしゃる。だから普通は筆1本なんだけど、2本持って、それもお箸を持つようにすると2本がちゃんとしっかり先は一緒になるじゃないですか、ね、それを書きながらちょっと離してみたりくっつけてみたりすると面白い線が出る。離したりくっつけたりはやっぱり正しくお箸が使えない。使えないとダメです、ね、これはダメです、はい、なるほどね。だからやっぱりね、お箸が使える人はあの筆もしっかり使える。面白いね、それね。なるほどね。まあ何でもやっぱりあのね、こうつながってるからね。本当ですね。やるとやっぱりね、そうそうそう、つながってるな話がね、次の絵なんですけど、あの今度は大人向けに、心の食卓って、あ、はい、心の食育っていうお話をまた、本当昨日なんですけどしてきたの、で、小中学生のお母さん、子供を持つお母さん向けだったので、まあ、食事の場面でいろんなことができますよって話をしてね、やっぱりその本当にハンバーグの、木があると思ってる子がいるんですよ。ハンバーグの木、何ですかそれ。結局ハンバーグは食べたことあるし好きだし、よくわかるんだけど、何が入ってるかどうやって作られるかも知らない、お母さんと全然会話がなくて、だからリンゴみたいに木になってると思ってたっていう子がいたんですよ。はあ、昨日お話しした会場のお母さんの子ではないんですよ、全然別のとこですけど、あとよく聞くのが、あとね、鮭の切り身がそのまま泳いでると思ってると。あ、それはあるかも、だって一匹見るっていうことがあんまないでしょ。そうなの。スーパーとか行っても切り身でしか売ってなかったりしてね、そう、私もでもそれは実は子供の頃覚えがあって、お魚屋さん行って母に、これも魚って言ったらそうだって言って、ずっと目はどこにあるんだろうとか思ってたの。そしたらうちたまたまねあの親の実家が北海道で荒巻鮭を送ってきたから、あーと思ったんですけど、やっぱ全体が見えてない、わからないとね。そうね、だからそういう子たちが今多くて、でハンバーグもね、だからお肉とお野菜が一緒に入ってるんだよとか、でそれもちっちゃいうちはそんな話でしょ、でもうちょっと大きくなったらさ、あの玉ねぎってどこで取れんだろうねとかね、そんな話とか、こういろいろと膨らませられるので、本当ね、もうちょっと大げさですけど、地理とか歴史とか気象とか、そんな話にも、今年は野菜高いのよの話とかもできるから、なんか食育ってすごくこう幅が、そうですよ、可能性があるっていうか、ね、そしてまた毎日毎日のことでね、一生ついて回ることだから。そうなの、関係ない人いないですから ね。そうそうそう、これだけはね、だからなるべくやっぱりいろんなこと知って、ね、美味しく食べるコツだとか、ね、お料理法とかいろんな季節のこととか、やっぱり知ってるとやっぱり全然違ってきますよね。そう思います、なんてことをね、今月はちょっといくつか話したりしてるんですけど、じゃあそろそろ恵子さんの年末年始の話でもいきますかね。そうですね、はい、もうね、だいたい29日にね、帰ってくるんですよ、子供たちがね、で30日にお餅つきをします。いいね、我が家で。キネで、いやキネじゃないんですけど、電気のそうなんだ、なんだけどキネでもだってさ、例えばよ、うちの場合もしキネがあっても、あの振るような空間がないからね。あ、そっかそっか、ね、いくらでも土地があるんだから、いくらでもあるから、なんかうち振ったらなんかこう振り上げた時にドアにバンとかぶつかっちゃうもんね。でこうやってほら外でね、あの燃やして、あ、これね蒸してんの。そうですそうです。うわすごい、薪で
そうそう、薪っていうかね、まあ、いろんなのを貯めといて、コークスみたいなとか、いや、あの、うん、大体ほらもう木がいらない木とかね、いや、いらない木普通はないのよ。あ、そっか、そういうのが結構ほらあるから、そういうのを燃やしてこうやって外でなんか向こうにテーブルとかね、これさ、お米を蒸すって、ええ、火加減ってこういうのどうすんの。いや、なんかどんどん燃やしていってますよ。私はそれしたことないかわからないけど、これは誰、ご主人、主人と息子とかなんかやるんです、ま、いいご主人と息子さんですよね本当にね。私はでもだから、あの、ついたお餅をちぎるの。ちゃんと、ね、お鏡やったらこの子になって、だから一番熱いんですよね、役割分担ね。そう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 、それは私がやらないとダメなんですけど、うん、その前はもう、もち米も作ってるの。いや、今は作ってないです。昔は作ってましたけど、今はね、買ってます、もち米は、うん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 、どれぐらいの量やんのこれ。どのくらいだろう、これ、これって何、何段かになってんのか。そう、2段になってるんですけど、もうそれ何回も何回も、すごい。だから今年は白いお餅が3つぐらいあったかな。あと、あの、青のりを入れるんですよ。あ、お塩と青のりが、それがね、そっちの方がだんだん割合が多くなってきて、みんなが好きだから。それは何もつけなくてもそのままでも美味しくいただけるから。そうです、そうです、うん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 、へえ。こうやってみんなでね、やって、ちょっと今回写真がないんですけど、一生懸命次男がこうくべてて木を、うんうん、そこで長男がただ見てるとかっていう写真もありましたよ役割分担ね。そう、役割分担でね、まあ、万人みたいな感じそうそうそう見る人ねへえ。でも、つきたてをほらそのまま食べたり、うんうん、つきたてをまた、次の画像がありますか、あの、もう一回、あの、丸めたお餅を七輪でね、こうやって、次はありますか。七輪っていうところがまた、はい、つきたてをパッと焼いて食べる。いい、ね、で、まあ、その中にほらバターを入れたりとか、あと最近はね、クリームチーズとあんこをパッと入れて食べる。もう美味しいですよ、ね、あんことクリームチーズが合うんだわ。なんじゃこらじゃないですか。なんじゃこらですよ。だからなんじゃこら大福っていうのがね、うんうん、宮崎で売ってますけど、それはあんことチーズといちごと栗なんですよ。あ、そうだ、栗だね。ね、うん、まあ、だから栗とか入らないんだけど、あの、ほんとあんことクリームチーズすごい美味しいです、うん、合うよね、合うと思う、うん、うんうんうん。だからそれで今度はお醤油つけて焼いたりとか、もうとにかくほら、つきたてをそうやっていろいろやっちゃうんですよ、うん、美味しいよこれは。美味しいですよ。だからもう、差し当たりお正月とかに、ね、お雑煮にしたりするのに丸餅を少し作っとくんです。で、あとは、うん、あの、袋にバッと流し込んで、もう冷凍すれば大丈夫なので。え、のし餅みたいになっちゃうの。そうそう、うん、ちょっと ちっちゃい袋にもうスッと入れて、バタバタっとこう、うん、どうだ、なんていうか、長方形のができるじゃないですか、うん、のし餅ですね、ね、1センチぐらいの、うんうん、でもちっちゃいからほら、そのまま冷凍しておいて、1回分ずつ解凍したら切って焼けばすぐ食べられるっていうので、それが一番、あの、後でほら切る必要もないし、うん、で、あの、空気もそこでシャットアウトしちゃうので、うんうん、カビも来にくいし、うんうんうん、冷凍もそうですね、そんなのでやってます。それは絶対美味しいわ。はい、29日じゃなくて30日だ、30日にやります。いいね、はい、必ずやります。うち一応なんかね、父の実家がもともとお菓子屋で、昔のお菓子屋だから、それこそお餅とか、うん、お赤飯とかやってたみたいなんだけど、うんうんうん、ね、私はそういうとこで生まれ育ってないからやったことない。だんだん、ね、昔はどこでもやってたんだろうけどね、だん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 宮崎でももう少なくなってますね。いいな、食べたい。うん、おいで今度。行く。今年の暮れは1年後ですな。今年の暮れは宮崎で過ごすとか。じゃあぜひ次の絵もお願いします。あ、これはすごく燃え盛ってますよ。そうですね。あ、なんか銀色のが見えますよね、その火の前の、うん、確かこれね、その時に、あの、さつまいもをホイルで包んで焼き芋、焼き芋もして、あ、なるほど。
なるほど、そうだよね、いろいろだからなんかお餅、うんうん、お餅食べたり、うんうんうん、お芋食べたりみたいな、うんうんうん、はい、そんな感じで、そうそうそう、ね、昔ってさ、はい、その、一つ何かやったら必ず無駄にしなかったじゃない、なんかね、ストーブ炊いたら上に必ずスープ取って、ね、そうそうって、ね、作ってたりとかね、うん、そうそう、そんな感じで、うんうんうん、はい、いいな。じゃあ次お願いします。これがですね、出てますよ、ええ、うん、あの青のりを入れてるところです。青のりずいぶん割合があるんですね。かなりいっぱい入れますよ。だから私あの暮れにね青のりをね買い占めて何回かに分けて買ってくるんですよ、うん、これお孫ちゃん。そうです、孫です。もうね2年生なんですけどね。そう、楽しい経験ですよね。そうそう、いろんなやっぱりことをやっぱり一人娘なので、うんうん、させたいっていう息子たちも思ってるみたいだし、最近はね卵焼きも綺麗作ってますよ。まあ偉い。何歳なんですか？2年生です。あ、そうめん先だ、はい、そうか、でいな、こうやってね青のりを入れてね、すぐまだつく前に食べるんですよ、青のりご飯を。あ、これがまたちょっと食べるのが香りがね、また、うん、すごいみんな好きで、ちょっとみんなでこうつまみながら食べて、またついたのを食べてみたいな、本当にいいな。次の絵は何だろう。ね、練った栗、練ったぼとも言いますね、熊本は。練った栗、うん、練り栗とも言います。あの一番最後にさつまいもをこうふかすんですね、うん、今までもち米やってたの。そしてそのお芋をあの餅つき器でこう ついてその中につきたてのお餅をちょっとだけ入れるんです、うん、そうするとあのさつまいものちょっとお餅っぽいやつが、おいしそう。でこれをちょっときな粉にまぶして食べると。おいしそう、うん、練った栗とかね、練ったぼとか練り栗とか言いますね。じゃあの今年年末伺いますので、はい、どうぞだって薩摩の国の方だもんね。さつまいもだっておいしいもんね。 そうなんですよ、はい、それでもやっちゃうんですよね、それでね、うん、はい、え、知らないこれ、あ、そうですか、うん、おいしいですよ。どう考えてもおいしいよね、うん、そう、羨ましいな、うん、ね、そういう生活を送っております。次の写真は何でしょうか、ね、私とね、うん、うちの夫と孫とつきたてのお餅を食べてるのずですね、一緒に食べて、あの、まあ、こういう時間がやっぱね嬉しいですよ ね、 そうだね、年に一回こうやってみんなと触れ合ってね、うん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 、いいね、うん、だからたまにはね、まあ、こんなことしなくてあのどっかホテルに行ってゆっくり過ごしたいっていう気持ちもないではないんですけど、でもやっぱそれに勝るなんか、そうだと思うよ、ね、うん、私もそう去年まではずっとそうでした、うんうん、今年はたまたま ね、 ね、うん、あのちょうどね、もう子供たちもちょっと大きくなったりなんだけど、はい、またでもお孫ちゃんがここでするとまたみんな集まってくるんじゃないかなと思いますよ、本当、なんか楽しそう。そうよ、ほらご主人鬼になんか見えないじゃない、失礼な全く大事にします。大事にしてください。今年は、うん、今年はじゃなくて今年こそ今年こそねじゃあ次色差しいきますか。はい、でこれはね、あの私、おせち料理はあのもうずっと結婚した頃からリンゴきんとんを作ってます。普通きんとんはほら栗を入れるじゃないですか、はい、でもどっちも甘いから、うん、ね、でもこれだとあのリンゴを最後にお芋も練って、でリンゴはあの煮とくんですね。うーん、でそれを最後に合わせるとリンゴの酸味とかが全部にこう行き渡って、うんうん、あのすごい食べやすいしさっぱりたくさん食べられますね。味の想像つきます、はい、ね、うんうん、リンゴとまあお芋っていうのは合うんですけども、こうやってまあ、なぜかお正月ぐらいしか作らないんだけど、もうずっと、まあ、まあ確かにこうね、正月の風物詩のような感じですね。でもなんかみんな大好きで、うん、もうずっと結婚した時からこれリンゴきんとんですね。私はリンゴきんとんがどこの地域とかあるのかね。どうだろうね、地域とかじゃないのかもしれないけど、たまたま私結婚した頃にあの今日の料理でテレビで見てなんかやってたんですよ。とかああと思ってやってみたら
なんかすごい好評だったので、もうずっとそれ以来、うん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 、ずっとずっと何十年、もう40年ぐらいになりますよね。なるほど。なんか作ってます。でちっちゃい頃はもうあの娘がね、あのさつまいもの裏ごし係って、もう自分でもう自分がするものって思ってた。へえ、それもいいね。ね、ちゃんとこう、そういうので公式で、はい、そう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 、うん、やってましたよ。もう一生懸命やってましたね。なんか懐かしいですよね、そういうのもね。いや、今年の暮れが楽しみだな。ですよ、いっぱい食べるものがありますよ。うちはもう本当にグルメなので、もう暮れからいろんな美味しいもの食べすぎて、あ、太っちゃうね。太っちゃいますけどね、まあ、じゃあ次の写真いきますか、はい、でお寿司とかを作って、うん、これがあの初日の、これは恵子さんとか海が近い、もうあの歩いてもう5分ぐらいのところなんですよ。あら、いいね。そこですか。それで、はい、でうちはあの、おせち作ったりして、もう大晦日はもういろんなもの食べるんですよ、うんうん、カニ食べたり宮崎牛食べたり、うん、もうなんだかんだ美味しいもの食べまくって、うん、で除夜の鐘を聞いたら、あの近くに神社もあるんです、うんうん、歩いて神社にお参りして、お寺にお参りして、うん、帰ってきて、で一眠りして、それで初日の出また歩いて、あ、じゃあどっちかっていうと、ね、年を越す時夜中にお参りに行く感じ。そうそうです、そうです、うん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 、はい、で初日は、でそれからまあお雑煮作ったりとかって感じです、ね、うんうんうん、海の日の出はいいですね。もう綺麗ですよ、うん、私もまあね、お天気良かったから、うんうん、すごい眩しかったですね、うんうんうん、やっぱ気持ちがシャキッとしますよね、うん、今年も頑張ろうとかね。なんか、まあ、うちだって東京湾そんなすごく遠いわけじゃないけど、ね、まあ東京湾に日の出見に行かないな、うん、でもね、マンションから綺麗なのが見れるから。次の写真かな、一応、まあね、自宅のベランダから登るんですけど、ね、うん、あのちょうどこの方向が羽田空港の方なんですよ、はい、あ、はいはい、でこの写真にはないですけどね、結構飛行機がこの時間飛ぶの、多分、うん、初日の出を見る飛行機っていうのがあるんだと思う。かもしれないね、うん、へえ、そうそう、だうちはもう毎年、うちで年を越して、はい、これ見て、で、うん、おめでとう言ってからみんなでお参りに行く感じなんですね、うんうんうん、じゃあ次の、あ、まあ、これが我が家のおせちでございます。素晴らしいね、これ一人で全部作るの？いや、母もいてくれるので、うんうんうん、はい、じゃあいいですね、美味しそう。金柑もある。そうそう、あ、金柑がね、完熟金柑が今、うん、出始めたんです、宮崎。あ、たまたま？たまたまって言うんですけど、こういうの分かりますか？見えますか？見えるでしょうか？ここに映ってる。今日ね、まだ出始めたばっかりで、空港で買ってきたんですよ。中まで 甘い、うんうん、糖度16度以上です。たまたまエクセレントっていうのが18度以上あって、うんうん、で私はこれをね冷凍しとくんです、買って、うんうん、そして暮れに解凍して生で冷凍したのを、そして煮るとすごく色も綺麗だし、うんうん、美味しくね、普通に煮込むとちょっと色がくすんじゃいますからね、はい、そうなんです。あとね、なんか時間がなくなっちゃう、これが今日持ってきました。見えるかな、干し柿です。暮れに干したのがちょうど今こんな感じで、すごい立派な柿だね、綺麗な色じゃない、ね、分かるかな、絵が描きたいぐらいの美しさ。ちょっと映ってるのよりはもっと綺麗な色をしてます、うん、とって干し上がったのを持ってきました。こういうことを、うん、いいと思う、ね、けこさんも1分切った、あら、ね、はい、最後さ2枚お雑煮の絵があるの、ですね、絵だけだな、はいはい、それが我が家のお雑煮です。スルメとかでスルメ、椎茸、鶏肉、いろんなので出汁を取って、うん、で、はい、最後のはね、うちのお雑煮、はい、東京のお雑煮はこれに近いと思いますね。あ、はい、あ、綺麗ね、
大体あの大根、鶏肉、はい、あたりが入ってますね、はい、まあ終わるよも、また来月またまたお会いします。